皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。チュライフサポートのわ、あ、今揃いましたね。ありがとうございます。はい、この番組は沖縄市の地域福祉をさまざまな形でサポートしていますチュライフサポートでお送りいたします。今夜のチュライフサポートのパーソナリティは新城と OT のマナティと、あ、もういないよ。はい、2人でお送りします。番組協賛はユンタク屋台宮里旧飯、株式会社沖ガス、株式会社トップライン、室川ファミリー歯科クリニック、在宅マッサージ楽児堂のご協力のもとお届けします。メッセージを募集しておりますので、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 たくさんのご意見お待ちしておりますので、ユーストリームとツイキャスでもお楽しみください。今日は千葉さん、はい、マナティさん、はい、ゲストが、そうですね、4名もいらっしゃるんですけどね。はい、今日すごい話、僕もちょっと久々のパーソナリティで緊張してます。本当っすか。緊張しますよ。でもちょっと飲んでる。あ、中松さん。はい、じゃあ CM の後に、ゲストの方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、CM です。上手。これ読めないよ、普通。超慣れてる、うん、いや余裕感がすごい。しょってますけどね。中松さん、中松さん、中松さん、あっちは YKK の人。あなたの心にインストールすごいですね。捕まらないですよ。すいません。ひがさん、ビールは、えん、飲んだんですか。もう、あ、まだ終わってから。はい、はい、じゃあそろそろ行きます。はい、どうぞ。はい、CM 明けです。ちょっと緊張ほぐれてきましたね、はい、皆さん。はい、はい、じゃあすいません、今日はですね、何のつながりかは後ほどご紹介しますが、自己紹介を、左から 4人よろしくお願いします。はい、今日はあの3回目 の出演ということで、あの お邪魔させていただいております。沖縄県作業療法士会、代表してます比嘉康史です。おい、よろしくお願いします。そんなのもある。社会福祉法人改正会理学療法士の金子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。金子さん、はい、沖縄市にありますデイサービスワンスタイルの宮城です。よろしくお願いします。よろしく。はい、どうぞ。医療法人親愛会の喜友名真美子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、これ忘れた。これなんかやりたかった。はい、ここから千葉さんに振りますけども。そう、本当ですか。はい、千葉さんつながりで今日のゲストをお呼びしていただいてるんですけども、はい、そうなんです。実はですね、はい、私たち、うん、僕もこ の4名と同じようにメンバーの一人なんですけど、はい、ですね、介護ロボットっていうもののですね、うん、今開発に今携わってるんですよ。かっけー。かっこいいですよね。開発。開発に、うん、はい、はい、でそのメンバーさんが今日皆さんいらしたと。そうなんです。もしかして比嘉さんが、そう、介護ロボット。いや違います。いや違います。じゃあ、はい、いいですね。どっからいらっしゃんでしたっけ今日。今日あの龍大から。たまたまですけど、今日あの競技会がの会議があって、うん、まあ、龍大で話し合いがあったもんですから、はい、あのなんか頭が良くなったような気分で、はい、いますけど、はい、治療してきたわけでは、治療はいろいろありますけど。この場で優しい会でいきますんで、はい、お願いします。じゃあこの、すいません、正式な名称、はい、ちょっとお願いしてよろしいですか、会長。あのさっきこの打ち合わせではなかったんです。正式な名称ですか。
沖縄県介護ロボットニーズシーズ連携協調協議会とうなげとうなげというあの会がり、あの、ありまして、はい、これあの日本あの厚労省の方からですね、はいはい、全国組織の日本作業療法士協会の方に委託事業で来てるあのそういったのものなんですけれども、はい、ってことはこれ国のはい、モデル事業になるとそういうことですいうことですよね、はい、素晴らしい。これに千葉野さんもいるわけ。はい、嘘つけ。そうですよ酒飲んでるだけだろお前で、なんですかこのシーニーズシーズって分かんないです。これまではですねそういったロボットの開発っていうのは例えばあの大学で偉い先生方がこう細かい技術を、はい、もう結集してもう工学のもう細かいことができるようなこういう感じですね。これラジオだ。流しましょうみたいですか。あの通じてますよこれ。あそうラジオだ。だったんですけど、あの実際の話こう出来上がったものっていうのは現場介護現場の方で、うん、求められてるものっていうのとはちょっと一、はいはい、こう違ってたっていうかね。はい、じゃあ今回の、はい、あの委託事業はニーズはあの介護現場、はい、当事者とその介護に関わる方々、うん、でシーズっていうのは、開発の、まあ、種という意味らしいんですけども、シーズってそういうなんですね。大学研究に関わってる方々、そういう方々がこう合わさってクロスオーバーして新しいものを作ろうという企画です。かっけーついていけー千葉野さんその一員ですよ。ってことはさっき言った作業療法士会の立場、はい、ガネコさんが理学療法士の立場、はい、宮城さんが現場の立場、声を喜友名さんは現場です、現場の声、はい、でこのいろんな現場の声、さまざまな職種から声を上げてロボットを作っていこうという今集まりなんですね。そうです。の龍大の帰り、龍大の帰り、龍大ちょくちょく言いたい病院じゃないからね。あの大学の方、大学の方ですね。はい、いろいろありますけど。付属じゃない方ですね。そうです、はい、了解しました。じゃあ今日はこういったあの先生方ともいろいろセッションしてきて、はい、ああ素晴らしい。とても刺激的な今日もミーティングで楽しかったです。まあ、これはちょっと形になった頃にまたいろいろご報告ができたらぜひということですよね。はい、今でも報告できるとありますので。ね、今の段階はどういうこと、はい、どうぞ、はい、ガネコさん僕2回しか参加してないガネコさん3つのアイデアが今上がっておりまして、うん、3つこれもですね、これまでなかなか縁のなかった大学の先生方を、介護現場の方に見学で訪れてもらって、はい、で実際にその空気と生の声を聞いてもらって、うん、でそこから着想したものということで3つにアイデアが出たんですけども、はい、1つはやっぱり一番その介護現場で負担になっているこの異常動作、うん、異常、あとは移動ですね、移動、はい、あの身体的なやっぱり負担度の高い、そういったところをやっぱりロボットの力だっていう発想のそういったロボット1つ、うん、でもう1つはやっぱりあの、見守りのシステムを作りたい、まあ、やっぱりあの、はい、何々しながら何々しながら何々するとかいうようなことって現場で頑張ってる方々っていうのはもう同時進行でやってる、はい、で事細かにこうあの見守りのきめ細かい見守りっていうのになかなかこう気づけないでいるということで、はい、センサーを導入したそういった見守りのシステムを作ろうと、これが2つ目、はい、で3つ目は沖縄ならではなんですけど、まああのこういった介護現場でもううちの中座の、 あの先輩方っていうのはもう、まあ、自給自足っていうんですかね、畑とかやってる方々、はい、本当多いですね。あの土にすごい親和性感じてる方々が多いので、うん、やっぱり役割だとか生きがいだとかにつながるような、例えばのその野菜を育てたり、うん、花を育てたりするような園芸ロボット、うん、これが3つですね。園芸ロボットっていうのをちょっとピンとこないんですよね。ですね、僕、うん、これじゃないですよ園芸のロボットイメージ、もう全然イメージができないですね。具体的にどんなことをイメージしてるんですか。このロボットってすごく僕今回関わって分かったんですけど、とっても
あの概念が広くてロボットの、はいはいはい、AI という、まあ、その場 その敵をこう促すというかこうフィットする AI の技術だとか、うんうん、そういうのをひっくるめてロボットっていうらしいんですよ、はいはい、ですから見た目はなんかこうこういう伝わらないですねあの人の鉄腕アトムみたいな、はいはいはい、いつの人よみたいなああいうイメージではないんです。要するにこう、今日あのデモンストレーションで琉大の先生方が、うん、あのデモ機を作って持ってきてたんですけど、うん、例えば土が乾いてると、土をあのあ水をくださいみたいな、で水をあげると十分ですありがとうみたいな感じのフィードバックが出てくるんですよ。こうプランターですけど、はいはい、これはもうびっくりした。これはじゃあ指示になるんですね。こうロボットから発信するんですね。そうですそうです。コミュニケーションロボットでもあるんですね。あすげえ、そうです。概念って広いんだね。広いです。ロボットって本当にあれなんですよね、うん、システムもロボットだし、うん、結局この動くあの本当に鉄腕アトムではないんですけど、うんうん、いろいろ機械が関わることっていうことですよね。そうそうです、はい、ちょっと僕素人で聞いていいですか。どうぞ。どのぐらいの職種がいらっしゃるんですか、このメンバーの中に。宮城さん、はい、まあ介護支援専門員も、まあ、いるんですけど。いるんですか。いますケアマネさん。この前出てくれた宮城さん、ケアマネさん、荒城さん。あ、荒城さんも、はい、もうメンバーの一人です。はいはい。であと、まあ、理学療法士、うん、であとは、まあ、現場の主任だったりとか、はいはい、まあ、OT さんだったりとかっていう現場からのこの枠はまたニーズで、あシーズ側は、まあ、沖高専だったりとか、はいはい、沖高専の先生だったり琉大 の、うん、あの工学部の教授、准教授とかの先生方が一緒になって今今回で4回目ですね。うん、4回話し合いを持って今進んでるところです。この開発していく中で大変だなって思うことは今から出てくる、今も出てきてますもん。もう出てきてるっていうよりもやっぱりこのシーズ側の先生方がやっぱ現場を見たことがあんまりなくて、うん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 、で現場の声とかいうところで実際ニーズ側のこの介護の現場に施設訪問して、で現場の職員とのいろんな何ですかね、あの意見交換をして、でこその後にこの今じゃ現場で何が必要とされているのか で、うん、で自分たちがじゃ何ができるのかっていうところを組み合わせて今3つの案が出てきたっていう。すごいね。もう次元が全然理解があんまりできないリスナーの方分かってるかな。いやもうパッとロボットってもうこんさっき言ったもうごめんなさいこんなこんなロボットの話だけど、うん、でもこれってのは今からあの含み目アワーでちょっと紹介するものにも関連してくるかなと思っているんですけども、ね、うん、ちょっとこのロボットの開発を今携わっている皆さんからリクエストがあります、はい、沖縄市でぜひこれを流してくださいということで、じゃあガネコさん、はい、リクエスト曲よろしくお願いします。アイランドの Stay With Me お願いします。
いかがだったでしょうか。わねこさん、いやでもこれ沖縄市を代表する歌、ね、歌なので、そういうこともあってリクエストさせていただきました。沖縄市ならではで、そうなんです。さすが純地元なんですよ。純だけ。今は僕生まれがチャタンで、あれ育ちもチャタンで、二十歳の時に沖縄市に引っ越して、だいたい 5,6 年ぐらい沖縄市に住んでたので、そういったゆかりも純なんですか。それ純なんです。純地元。純地元。はい、じゃあ、あとじゃあまた2回目3回目とよろしくお願いします、ね、ぜひありがとうございます。はい、ですいません、今日はですね福耳アワーのコーナー、毎回やってるわけではないんですけども、さまざまな番宣等々を、この福耳アワーで、お届けしております。今回、福耳アワーをお届けするのは沖縄市の市会議員であります高橋誠議員にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、では、チュライフサポート沖縄の皆様こんばんは。あの高橋誠とは初めての、FM 講座であります。今日は貴重なお時間、あの新庄さんたちをにね、新庄さんに時間をいただいてますので、簡単に告知だけさせていただきます。実はですね12月24日でありますけど、クリスマスイブの日、この日は何があるんでしょうか。皆さん楽しいことあるんじゃない。千葉さん、僕ほんまにないなんでよ、子供もいるだろう。そうですね、あ、お家帰らんか。そんなこんなで24日にですね、実は沖縄市の産業交流センターにおきまして、15時から、あるんですけど、実はですね、今回難病法が改正になりましてね、はい、まあ、そういった難病法に関わる周知を行う、基調講演とシンポジウムがあります。これは主催がですね、NPO、サポートセンターケントミ、のぞみの会の事務局ということで、ガネッコ政権さんが中心となってですね、今回この事業を展開する予定であります。具体的にあの簡単に説明をいたしますけど、ガネコ政権さんという方は、実は沖縄特有の、沖縄型家族性神経原性筋萎縮症という難病を患っておりましてね、で、実はその家族会がのぞみの会という、希望の木と書いてのぞみの会というんですけど、そののぞみの会の歩みとともに難病と向き合ってきたこれまでの歩みと一緒にですね、これからの取り組みについて皆様に公開シンポジウム、また基調講演をしていこうと思っております。実は皆さんに関係があるんですよ、介護ロボットね、はい、日さんね、先ほどもうすごい私外で聞いてまして、はい、もう感銘を違います、ラジオなので喋らないとわからないですから喋ってくださいよ。今あの日さんとてもあのロボットの動きをしておりました。実はですね、ガネコ政権さんたちのぞみの会、この筋縮症の皆さん、沖縄型筋縮症の皆さんが、うん、今生活の質を向上させるという取り組みをしております。その中におきまして、サイバー第二社のいわゆるロボットスーツ春を活用した事業をこの沖縄市で展開できないものか、またこれまで取り組んできてですね、医療では説明ができない事象が起きております、うん、なので現在今厚生労働省の方では科学研究班が立ち上がって、このガネコさんたちに春を活用してもらって、さまざまな効果を今実証実験といいますか、実証している研究の最中なんですね、うんうん、でそういった取り組みもありまして、実は沖縄市に、春がやってきます。しかも足のタイプ、腰のタイプというのは実は医療機器になっておりまして、病院で処方されないとで受けることができないんですけど、上肢の部分、手ですね、腕の部分はまだ医療機器にはなっておりませんので、福祉機器として流通規制のかからない、そういった形で利用者目線で利用者が利用しやすいような事業を展開できないものかということを今一緒に沖縄市と考えていこうと思ってます。素晴らしい。どうですか、あれやってみません、ロボケアセンター、新しい目線でロボケアセンターって。そうなんです、今ロボケアセンターというのを作ろうと思っておりまして、うん、こういうのは箱ではないんですね、いわゆるこの春とかそういった利用者にいわゆる有用な、うん、そういった機器を活用して、うん、利用者目線で使い勝手のいい、そういった取り組みをしていくことがロボケアになるのではないかと見ています。素晴らしい、うん、なので、皆さん12月24日月曜日、はい、14時30分
会場、15時開演、沖縄市産業交流センターにおきまして、ぜひ、難病対策公開シンポジウム、いらしていただきますよう心よりお待ち申し上げております。以上告知でございました。ありがとうございました。はい、高橋誠議員ありがとうございました。これね、僕たちこう今お話ししたロボットとかそういったものにも関係してくるなっていうような感じで、さすがバッチリでした。皆さんクリスマスイブですけどもイブですけども、皆さんごち、これ高級日ですよね。そうですね、3連休の最後の日になります。はい、はい、オッケー。だから参加しやすいんですよ。もう大体もう、ね、金曜日土曜日日曜日で疲れてますでしょ、うん、月曜日休む人が多いと思います。だからこの時にぜひここで頑張っている、うん、この望みの会のメンバーの取り組みも含めて、うん、ぜひ来ていただければと思っております。詳しい告知はまた、チラシとまた後でね、うん、SNS 等で流したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。秋野光三先生も参議院の、はい、医者でもありケアマネでもあり参議院議員でもあるという方が、登壇するということですので、皆さんまたこの辺も お楽しみください。よろしくお願いします。じゃあちょっとお話を少し戻します。すいません、ちょっと先ほどからこの美人のキウナさん、介護を担当されているということ で、はい、 はい、でそれでロボット作りに今、はい、取り組んでる、はい、一員として。僕も介護からケアマネになったんですけど、どういったものが介護ロボットになったらいいなとか、そういったものっていうのは現場の視点なんですね。先ほど言ったこのニーズっていうんですか、ニーズの方であると思うんですけど、はい、そういったものなんかいろいろあれば教えてもらいたいな。介護ロボットのイメージが本当にさっき言った鉄腕アトムみたいなイメージしかなくて、自分も参加したんですけど、いろんな方の話聞いて、ロボットでもいろんなロボットがあるの知って、で現場で使えるロボットって今なかなかなくて、開発されてるやつで装着も時間かかるとか、結構いろいろリスクもあるし、金銭面的にも施設だったら導入もやっぱり難しいので、うん、なんか導入もしやすくて使い勝手のいいロボットがあったらいいなと思って参加してます、うん、ああ、ってことはこれも今多分研究開発の段階なので、低コストになるとか、はい、そういったものも含めて今から課題が出てくるんですよね。そうですね、はい、で僕はこのロボットのイメージしたときに、北欧デンマークとかそういった福祉の先進国っていうの特養の画像を見たことがあって、20何年か前にはこの特養の部屋からリフトでお風呂場まで行くとか、そういったものも向こうはもう最初に僕たちが介護保険を始める前からやっていて、でそういったものもいろんなヒントに介護の負担になるっていうものも、でケアプランも今から、ね、AI 化とか、はい、いろいろ話になってますし、今からそういったこの時代っていうのかな、情報とかそういったものの時代で、今からそういった部門の人たちがどんどん活躍する場があるのかなと思っております。でその声を上げるのは皆さんですよね、うん、そうですね、はい、ぜひ楽しみにしています。会長、はい、僕たちが楽できるような利用者にとって使い勝手のいいような介護ロボットを、はい、今後も研究して開発までよろしくお願いしたいと思います。新庄さん、はい、実際、はい、この沖縄県のこの協議会、うん、全国の中でも選ばれて、しっかり予算がついて、うん、この試作品まで作れるぐらい、はい、なっております、はい、推薦枠ってやつに選ばれました。うーん、はい、ありがとうございます。VR ももちろん宮城さんは VR 担当皆さん VR って多分変なものにしかイメージしないと思うんですけど、まあそれも多分介護では必要になってくるかと思います。はい、ではすいません、あっという間です。もう時間です。はい、チュライサポートのはまたこの生放送は来週で、最後になります。来週は
みんなでね、はい、お届けしたいと思います。今日は呼びますよ、沖縄県介護ロボットニーズシーズ連携 協調協議会。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん一緒に最後、はい、ジュライフサポートの輪、ありがとうございました。